ピ。今から何植えるの？今から花。花。何を買ったの？なんかいろいろ買ったの？なんかあれだね、あのお話のトーンがよそ行きのトーンだね。いつもそんなんじゃないじゃん。なんかそんな落ち着いた感じじゃないよね。なんか四六時中せわしいよね。じゃあ頑張って。はい。はい、さっきですね、ここの上の方につけたこのストッカーなんですけど、もうちょっとスペース的にどうかなと思ってちょっと下げてみました。それでここの上にですね、あのスペースができたわけなんですけど、ここにいろいろ取り付けていきたいんですけど、あの小物をね、セリアとダイソーで買ってきましたので、ちょっと紹介したいと思います。まずこのようなね、あの瓶を買ってきました。でこれを何をするかというと、ここの上にね、こんな感じでつけていこうかなと思うんですよ。ちょっとおしゃれじゃないですか。でこれを5つ買ってきました。はい、あとですね、このようなあのちょっとおしゃれなあの入れ物があったので買ってみました。でこれはね、あのちょっとバケツみたいになってて、取っ手があってですね、ぶら下げたら可愛いなと思います。これラスト1個でした。これもなんか、これ多分鉢用かな、多肉かなんか入れるようだと思うんですけど、これもちょっといいなと思ってですね、あのどっか小物を入れて置いておきたいと思います。はい、次にですね、このようなアイアンフックを買ってきました。こんな感じの L タイプのと、あとこの丸のタイプですね、これを2つずつ買ってきて、これもね、ちょっとどっかあの場所を見つけて取り付けていきます。お次はこちらですね、これもアイアンシリーズなんですけど、これもね、なんかこうあのタオル掛けみたいな感じなんだけど、ちょっとこう工夫してあのいい感じにおしゃれにできないかと思って買ってみたんですけど、これもつけれる場所があったらちょっとつけてみたいと思います。このセリアにあったこの瓶なんですけど、ここの上にですね、あの穴が開いていて、ちょっとシリコンがついてるんですけど、ストローかなんか入れるのかちょっとわかんないですけど、あのここにを取って、あのビスをね、こっちの方から蓋をあの上の方に留めて、レーナーのこうおしゃれな釘入れみたいな感じであのつけていこうと思います。はい、このですね、瓶の蓋を、まあ、今4つつけたんですけど、うまく取り付けるコツとして、今こっちがね、瓶の正面になるんですけど、正面になる位置のネジの蓋にその巻きペンかなんかでちょんと印をして、それがね、正面に来るように取り付けると、これの瓶をこうつけた時にちょうどこの綺麗にね、マークが正面を向きますので、そんな感じで取り付けていった方が、まあ、収まりがいいと思います。こんな感じで正面のところにちょんと印をします。まあ、見えないぐらいの印ですね。でそれでこの印があの正面に来るように蓋をここの上に取り付けます。はい、こんな感じですね、蓋を5つここの上の方に取り付けました。この瓶を入れていこうと思います。こんな感じでキュッと、おお、いい感じやな、ちょっとおしゃれな感じだった。
はい、次はですね、この鉄板をつけようと思います。これにですね、ダイソーのこのマグネットがついている容器が売ってるんですけど、これをですね、ペタッとつけようと思います。で、今現在これは穴が開いてませんので、ちょっと四隅にですね、穴を開けていこうと思います。はい、まずですね、もうこれ90度釘なんですけど、ちょっとポンチでポツンとドリル のきっかけみたいなのを作ってあげないと切りがですね、入っていかないので、まあ、90度の釘を代用してですね、ポンチ代わりに傷をつけていきます。で、こんな感じで穴開けるところにこれでガスッと、あ、穴が開いた穴が開いてしまったよ。こんな感じで切りで穴を開けるよ。このような形で綺麗に穴を開けることができました。で、これを取り付けていきます。はい、このようなですね、鉄板を留めるときは、まあ、こんな感じですね、金具止めに最適っていうようなビスがありますので、この皿の大きいビスですね、こんなのを使った方がいいと思います。はい、そしてですね、ダイソーのこいつをつけていきます。はい、こちら の隣の空いたスペースにダイソーのね、こちらのワイヤーネットをつけていこうと思います。今取り付けたこのワイヤーネット用にですね、このワイヤーフックをつけていきます。これもダイソーです。はい、とりあえずですね、おおむね、収納の方終わったので、ちょっと細かく見ていこうと思います。はい、まずこちらなんですけど、赤、黄色、青の壁掛けのストッカーですねは、最初ですね、上の方につけたんですけど、下の方に移動して、まあ、このような形で収まりました。で、ちっちゃいビスとか釘がたくさんあったので、それをですね、こんな感じでちょっと小分けに綺麗に分けてみました。で、こっちの隣の方は、これ嫁さんがですね、昔買ってたマグカップタイプの、塗料なんですけど、これをですね、いい感じのこの、ちっちゃい棚があったので、まあ、それをここに収めて綺麗に並べてみました。で、こちらの方は、倉庫の方に投げてあった鉄板に穴を開けて、で、壁につけてですね、ダイソーのくっつく関係数というのをつけて、こんな感じでちょっとすっきりですね、収めてみました。はい、こちらのお隣はですね、ダイソーの陳列棚みたいになったんですけど、ワイヤーネットにワイヤー用のですね、このフックをつけて、今このですね、かけられるものは全部かけてみました。で、上の方はセリアで買った瓶ですねをこっちの棚の上の方につけて、こんな感じでくるくる回して外したりつけたりできるようにしました。ピッと。で、ここに今からなんですけど、釘なんか入れてですね、ちょっといい感じにしてみようと思います。全体的に見るとこのような形になりました。ちょっとね、こざれた感じで収納したかったので、まあいい感じにね、収まったんじゃないかなと思います。で、近所のホームセンターに今このストッカーが置いてあったんですけど、まあ、これも一目惚れでですね、もう絶対これを使って収納を作ろうと思っていたので、まあ僕的には大満足ですね。で、あと上の方も今この鉄板、先ほど紹介したんですけど、まあ、ちょっと工夫してですね、もうちょっといい感じになるのかなと思うんですけど、まあ、とりあえずこれでね、使ってみようと思います。はい、今回ですね、この収納を作って、前回ここの棚を解体してですね、小物はかなり散らかってて、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、ある程度ね、ビスとか、まあ、ちっちゃいものが収納できたので、良かったと思います。最近ですね、こういうストッカーが多く売られてて、まあ、ちょっと気にはなっていたんですけど、まあ、買ってみてですね、
まあ、かなりおすすめできるものじゃないかなと思います。まあ、壁に綺麗にこう並べるとおしゃれだし、なおかつですね、収納力もだいぶありますので、まあ、ぜひ興味のある方は買ってみてください。で、今回の動画がですね、よかったらいいねと、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。